講座を始めます。注意ね、あくまで奨学金に苦しんでる人ね、まあ、給料が少ないとか収入が少ないとか、まあ、事情があって奨学金払うのがしんどいよって方にこれを向けてお話していったらなってことなんで、意図的にもう金めっちゃ持ってるのに全額ぶっ飛んでやろうみたいなのは、まあ、それを推奨する動画ではないよっていうことだけご理解ください。今からちょっと奨学金の制度についてお話できたらと思います。まあ、実はね、3ヶ月だけ奨学金の返還っていうね、コールセンターでちょっとアルバイトしたことがあるので、奨学金のシステムは結構詳しいです。まず奨学金には制度が2つあって、減額っていう制度と猶予っていう制度があります。減額っていう制度は毎月の支払い額を半額ぐらいにしてくれるよっていう制度です。猶予っていうのはそもそもお金がないからとかっていういろんな理由に対して、お金の奨学金の返済をしなくていいよっていうような制度があります。この2つをうまく使って、まあ、今の生活レベルに応じて生活が苦しくならないようにね、豊かな生活をできるように、まあ、奨学金の返還っていうのを、まあ、抑えていけたらいいと思っています。でもちろん減額や猶予って誰でもできるわけではありません。減額制度や猶予制度っていうのはそれなりの理由が必要です。まず減額制度については、お金収入がある一定金額以下です。以下の人であればほとんどの人が対象になります。まあ、給与所得だったらいくらだったかな、まあ、住民税が非課税だったら確か確定ですかね。それよりもちょっと多いぐらいだったのかなっていう感じ。まあ、詳しくは奨学金のコールセンターとに電話すればいいと思うんですけど、とにかくそのある一定の収入以下、しかもその超ド貧乏とかじゃなくって、普通に大卒初任給ぐらいの収入しかないような人たちの収入の中の収入であれば減額制度が適用できる場合があります。まあ、減額制度なんで、例えば10年で返還し終わるっていうスケジュールを立ててたとしたら、それが半分になるのであれば20年に延長されるというわけです。しかも20年に延長されたからといって利子が10年分かかっている状態で返還のお金が来るんだけど、20年分の利子に利子が増えるということは実はないんですね。これ結構皆さん知らない人が多いんですけど、奨学金って繰り上げで返還、まあ、10年で返すつもりだったけど、まあ、まとまったお金があるから1年とか2年で返し終えました、だったらこういう利子が安くなるんだけど、減額とかを使ってその返済する期間が伸びたとて、これ実はその元々決まってた利子が増えることはありません。なので積極的に利用していけたらいいと思います。続いて猶予についてなんだけど、猶予ができる理由っていうのが主に3つぐらいあります。まず1つ目がさっきの減額と同じように、まあ、収入が少ないっていう時に猶予っていうのが使えます。まあ、減額のよりもその猶予をするための収入のラインっていうのがちょっと低いので、まあ、猶予はできないけど減額はできるみたいな人はこのラインの中にいる人が結構多いかなと思います。ただまあ就活がうまくいかなくてフリーターだったりとか派遣社員だったりとかまあ契約社員とかそういった方々はまあ意外と猶予ができるよっていうそのラインを下回っていることが多いので、この猶予っていうのを使うともう1年間お金を払わなくて返さなくていいよっていう制度になっています。で1年ごとに更新なので、例えばこの年に猶予ができたとして次の年もまた収入が少なかったら一応猶予っていうのができます。なので、この猶予と減額をしっかり使っていけると結構楽になる人が多い。ただ、これ限界があって、減額なら20年間分、猶予なら10年間分までしか使えません。減額を例えばやるとして、20年分の減額をして、じゃあその20年間減額をし続けて支払ったとして、21年目にはもうちょっと減額しすぎだから減額での支払いできませんってことになります。猶予も同じで、猶予は10年分なんで、例えば3年猶予をしましたと。で、その3年猶予をしてもらって、その後5年間払った後に、また次は10年猶予ってことはできません。支払い終わるまでに10年分なんで、3年使ったら残り7年分までしか猶予できないと。1回で10年使う、一気に10年まとめて連続して猶予してもいいですし、まあ、それ以外で3年とか2年とかで、まあ、1年おきとかでも、まあ、猶予しつつしつつっていう風に支払っていってもいいかなと思います。これがいわゆる経済困難っていう理由での減額や猶予です。まあ、この2つは限界があると。ただ猶予には2つだけ、無制限の猶予をすることができる自由というのが存在します。まず1つ目が就労困難ってやつですね。就労困難っていうのは病気や怪我によってお仕事をすることが難しいよって人たちです。
これは、病院の診断書に就労困難っていう文言さえ書いてあれば申請ができます。めちゃくちゃ金持ちだったとしても、就労困難っていう文言さえあれば猶予ができます。まあ、個人事業主で在宅ワークをしてて動画編集とかで、例えば足がめちゃくちゃ悪いと怪我をしてね、で就労困難だけど、まあ、収入があったとしても就労困難っていう文言さえあれば、まあ、個人的 なんかその、まあ、転売でもいいし動画編集でもいいんだけど、まあ、そういう収入があったとしても猶予ができます。これ無制限なんで、例えば一生就労困難の、そういう、ね、あの診断書が出せるのであれば一生猶予ができるということですね。でもう一個が、在学猶予というものです。どこかの学校に在籍している時は奨学金の返還はしなくていいよという制度ですね。なので大学を卒業した後に実費で専門学校に行ってたりとか大学院に行ったりとか、また新たに大学に通い直したりしている場合であれば、どっかの学校に属しているから今のところ学校を卒業するまで、まあ、もしくは中退するまでは、まあ、支払いしなくていいよというそういう制度になっています。この2つっていうのはとっても重要で結構使えます。まあ、すごくちょっと悪い言い方しちゃうと、まあ、仲のいいね個人的な病院とかにもうずっと足が痛くて動かないですと、まあ、まあ嘘かどうか分かんないのことを言ってね、でその先生が、まあ、就労困難ですって診断書さえもらえれば一生猶予もできるし、これ在学猶予も悪用してる人がいてね、しかも在学奨学金って申請すればほとんどの確率で奨学金が下りるんですよね。これなので、大学を卒業した後も普通に働きながら入試だけ受けて入学手続きだけして、で、奨学金をさらにもらいながら在学猶予っていうのを受けてる人も中には結構いたりします。奨学金の返還のコールセンターやってる時も調べた時に奨学金の総額が4000万みたいな人も何人か見たことがあります。これマジよ。だから本当に50歳ぐらいになるまで奨学金借りて卒業して仕事しながらまた別の学校に通います。その別の学校からも奨学金を借りて、でも前の奨学金は今の学校に通っているから返済しなくていい、しかも新たに借りてるっていうのをずっと繰り返してて何千万まで奨学金がいってる人もいます。多分この人死ぬまで返す気ないと思うっていうように、減額収入が少ないっていう理由で減額猶予で、就労困難、体や病気、怪我なので就労困難と、在学猶予っていうのを、まあね、うまくっていうのかな、まあ、悪くというかうまく使っていくと、まあ、実は奨学金結構猶予というか払わないってことができたりします。ちなみに奨学金も借金の一個なんで、そういう制度を使わずに支払いをせずに時間が経ったりとか、まあ、ぶっ飛んでしまうと普通にブラックリストに載ってしまうので、今後普通に、まあ、家を借りるときに家賃の保証会社だったりとかクレカやカードローンとか銀行とかそういうのも全部審査に通らなくなってしまいます。でもこの制度を使うと普通の借金だったら、ね、どんな理由であれ病気だろうと怪我だろうとどんな理由であれ返済を受けたら速攻ブラックリストに行くんですが、この減額とか猶予とかを使ってきちんと制度を使った上で返還をしないってことだと、これ実はブラックリストにおりません。奨学金がまだたんまり残っている状態だったとしてもブラックリストどころか個人信用機関にすら載っていないので、普通にクレカも作れるし家のローンで車も作れるということになっていきます。なので臆せず心配せずにそういった制度を使って奨学金に苦しんでいる人はね、もう本当に苦しくて奨学金苦しくても全然もう社会が人生が辛いよって人であれば、もうそんなことないよと、せっかく勉強したんだから奨学金の返還なんか後回しにして自分の資格の勉強だとかのそういうのに当てた方が最終的には僕はいいと思います。っていう授業でした。